どうも皆さんこんにちは。長尾寛一役を演じさせてもらいました伊藤健太郎です。この後12時からですね、日付が変わって、28日ですか、29日ですね、29日になったらレオの新しい東京ラブストーリーが配信となります。本当にいろんな媒体さんだったりとかテレビでも言ってきましたけれど、新しい、そしてどっか昔のとつながってる部分もあるような、そんなラブ東京ラブストーリーが皆さん見れると思いますので、お家にいる時間も皆さん増えていることだと思いますので、ぜひ、ね、ネットでこの作品を見ていただけたらすごく嬉しいなと思います。ぜひこの東京ラブストーリーの波に飲み込まれてください。お楽しみに。